とりあえずね、前の動画で、まあ、クレセリアのね、まあ、ちょっと銅の試運転して、まあ、なんとかね、捕獲できて、で、クレセリアの方をね、使ってみたら、マジでクレセリアがね、銅より使いやすかったよね。まあ、実際ね、まあ、部屋潜ってみても、まあ、怪しいがね、2回死んだりとか、まあ、キキキリンがね、1回死んだりとか、まあ、トータルで3回のポケモンが、潰れてなくなってるんですけど、まあ、それでもね、なんとか、クリアできるだけの余力がね、クレセリアありましたんでね、一応紹介していかないと。で、ごめんなさい、前の動画でちょっとクレセリア紹介しま、前の動画ではね、努力値をこういう風に振りますよって感じで紹介しましたんで、今回はもうこういう感じで紹介します。まあ、特性は冬、まあ、クレセリアね、冬で全然いいと思います。で、今回に関しては、ビーディブッパで控えめの、修正しつつ、まあ、C に残振ってますよって感じですかね。だからドリンクで言うと、B と D に252、C に残って感じですね。で、一応覚えてる技、瞑想アシストパワー、月の光、再起ね。まあ、どうやるかっていうと、まあ、瞑想2段階積んで、で、相手がチャージ奪ってきたら再起ねで攻撃しつつ、で、ちょっとね、余力見ながら、まあ、月の光で回復したりしながら、まあ、で、あと、こっちのリセットかけられたら、まあ、6段階積んで、アシストパワーでタコ殴りするっていう感じかなと思います。だ基本的にはね、シャワーズの貯水版、貯水の、まあ、浮遊版って覚えてもらえたらいいかなと思います。はい。じゃあ、そうですね。今回ね、クレセリアでガンガン潜っていきたいかなと思います。一応、ツイッターの方にもね、今回、俺、まあ、もともと銅でクリアしましたよって言ったんですけど、まあ、ちょっとね、クレセリアの方がクリアしやすかったんで、修正しまし、修正で、クレセリアの方が楽ですよとツイートしましたんでね、ご安心ください。はい。さあ、仲間がミュウツーとミュウか。ほう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 、これ全然いけるでしょ。むしろこれ余裕でしょ。おい、これで失敗したらすげえ落ち込むぞ。だって、ラティアスなんて俺もともと使わせたんですかね。本当はね、ラティアスも使おうとしたんですよ。で、先にクレセリアの方育成しちゃって、クレセリアがまあまあ強いんでやめたんですけど、一応ね、ラティアスはね、俺どうやるかって言うと、冷水打ってから、まあ、例えば冷水打って、まあ、テラスタルチャージ貯めて、まあ、それから先に瞑想2段階積むかしながら、まあ、冷水打って、相手の攻撃か防御下げつつ、確か攻撃だったんですけど、で、あとはまあ、瞑想またガン積みしてアシストパワーっていう感じのラティアス作ろうかなと思ったんですよね。だからね、ラティアスそうですね、これちょっと、この人のラティアスがどういう方か、ちょっと気になりますね。まあ、とりあえずね、瞑想、そうですね、まあ、この濁流は全然問題ないんで、うちね、マント持ちなんで関係ないんで、でこのまま、瞑想2段階積んで、おお、おめえらも瞑想型か。でも、ラティアスは溶ける型かなあれ、多分。おお、さすがにミュウツーは自己再生持ってきてるか。やべ、アクアブレイク連発痛えな。まあ、あと一発は確実に耐えるか。あと一発確実に耐えるんで、ここまでさ、3000にさせてもらおうか。これね、一発でもドロポンがね、自信打ってくれたらめちゃくちゃ当たるんだけど、さすがにドロポン無理か。ああ、そうですね、全部アクアブレイクっす。で、次はさすがに耐えないんで、で、ここでチャージ奪われるんで、まあ、これはしょうがないっすね。したら、ま、ここで一回月の光入れて。で、ミストボールが確かね、50% かなんかの確率で特攻ダウンなんですよね。だ結構でかいんですけど。お、ラティアスも自己再生持ってる。あ、しかも回復入れてくれたナイス。で、したら俺は3段階積んでるんで、まあ、この人はね、ま、さすがに3段階だと、サイキネの方が威力多いと思うんで、ここはね、サイキネで攻めちゃいます。あ、どうだろう、アシストパワーの方がいいのかな。でもアシスバー20の6段階、ちょっとアシスバー打ってみるか。そろそろ多分壁張られちゃうと思うんですけど。張られちゃった。まあ、これはしょうがないっすね。でぶっちゃけね、ミュウツーね、ああ、しかもリセットかけられた。ミュウツーね、リセットするのかもあんねんけど、リセットするんだったら、ね、全体的に回復してくれた方が仲間助かるんで、後なんですよね。ああ、やっぱり冷水型か。こう確か冷水がね、攻撃ダウンだった気がするんだよな。ちょっと覚えてないんで面白いんですけど。とりあえず、あと一旦は確実に詰める。OK、回復してくれたナイス。いや、それでもシャワーズ飛んだか。うわぁ、回復量少な。誰にあくび打った?誰かわかんない。とりあえず、いや、もうミュウツーが自分で回復するんだと俺も自分で回復しよう。申し訳ないけど。オッケー、結構入った。多分こいつミュウツー持ってるってことあれですかね。過去にやったミュウツーレイドのミュウツーですかね。
なんか俺そんな気がする。で、自分の効果打ち消した。まあ、これはしょうがない。溶けた。溶けるって防御だっけ？なんかそんな気がするんだけどな。ちょ、間違えたら申し訳ないですけど。オッケー、回復入れてくれたな、椅子。ただ、ミュウツー落ちた。まあ、もともとミュウツーそんなに耐久力ないですからね、最強ポケモンっていうけど。あと2ターンか。あと2ターンだ、そうそう、余裕でいけそうっす。おー、シャバズも足つぼを持ってたんだ。あ、先にラティアスがね、足つぼを切ってくれた。シャバズ飛んだの？マジか、やべえ。ちょっと積んでる余裕なくなってきた。そうっす、ちょっとここ俺も足つぼを入れて、ラティアスの補佐行かないと。ちょっと待つそうっすね。さすがにこのアクアブレイクは余裕で耐えるんだけど、次もう一発がきついんだよな。ごめん、ちょっと回復入れさせて。思ったよりシャワーズが2回飛んだっていうのが痛いな。で、多分これで壁ギリ無理か。あー、ギリ無理か。オッケー。どっちにしろ次の攻撃で壁壊れて、俺が照らしたら切れるんで。やばい、ミュウツーがゴミすぎる。あー、これ終わったっすね。いや、無理だ。あ、マジかー。嘘だろ、ショックすぎるんだけど。シャワーズとラティアス持ってもダメか。まあ、シャワーズが2回、ミュウツー2回死んでますからね。それは確かに回数的には無理か。正直ね、確か俺の記憶だとね、ミュウツーってね、種族値ゴミだった気がするんだよな。ミュウツーはね、確かに過去の伝説ポケモンは強いんですけど、今の環境で言えば、まあまあミュウツーゴミっすからね。多分下手すらミュウツーなんてさ、ランクも使用率圏外でしょ。俺そんな気がする。え、ちなみにミュウツーの種族値なんですけど、HP106、攻撃110、防御90、特攻154、特防90、S130 の合計680ですね。まあ、680、まあ、確かにまあ、昔の環境でもね、680になってたら、それは最強かもしれませんよ。でも、今の環境で、伝説ポケモンで、両刀型、しかも防御と特防90は雑魚っす。はっきり言うと雑魚だと思う。ちなみに、クリセリアっていくつだ？しかもなんかバグってる。ちょっと待ってください。一応、クリセリアの種族値が、そうですね。クリセリアは逆に、まあ、両立てバーッとっすね。HP120、攻撃70、防御110、特攻75、特防120、S85。だまあ、確かにね、特攻少ないんですけど、HP 高いし、まあ、ビートシーンも、まあ、それぞれ100超えてますんで。まあ、全然ね、どちらかというとミュウツーより確かに種族値100ないけど、俺はミュウツー使うんだとクリセリア使いますね。ぶっちゃけね。どうなんだろうね。世間的には耐久が強いポケモンがいいのかな、それとも殴る方が強いのか、どっちがいいんですかね。俺は基本的に盾が強い方の方がポケモンが好きなんですけど、圧倒的に。そうですね。でも一応、まあ、全ポケモン846体中、まあ、合計種族値まで84位と。まあ、HP33、まあ、D でも40。まあ、それあるんでね。そうですね。さすがにごめん。これ無理だ。ごめん。さすがにこれね、鬼しずくもが、まあ、これね、前の動画で鬼しずくもが、貯水持ってる鬼しずくもで、味方にその貯水分けてくれたものにつくんですけど、一個だけして、マスカーニは毒食らったら飛ぶぞ。どういう方がのマスカーニか知らんけど、毒食らったら飛ぶぞ。絶対だ。もうね、今はね、もうレイドぶっ壊すことはしてない。一応、シャワーズ持ちか。で、ギラティナ持ち。いや、どうだもうギラティナ人落ちちゃった。ミュウツー今すげえ気嫌い。確かにギラティナはないな。ドラゴン、ゴーストとか。ギラティナはない。しかも道具が大発金玉で確定でしょ。いやー、微妙でしょ。やべ、ミュウツー使ってる人多すぎんな。あれ ?SV のさ、おやつおやじってクレセリア出ないの？知らんけど。俺、おやつおやじマジやってないからね。なんかね、変な洞窟潜ってたらキュレム見つけた。あれ、写真ないっけ？なんかね、変な洞窟潜ってたらね、キュレム見つけたんですよ。ちょっと前に。あ、これ。変なところ行ったらスイ君見つけたし、キュレムいたんですよ。びっくりしよう。まず写真撮っちゃったんですけど。結局、このキュレムとスイ君まだ捕まえてませんからね、これ。そうなんだよね。ぶちかさ、過去のさ、まあ、ポケモンホームか。ポケモンホームでさ、錬金術してたらさ、伝説のポケモンとかさ、マジで手に入るんですよ。特にキレムとかスイ君とかさ、ポケモン GO に内定してるポケモンって、マジで、まあ、そこまで低レートってわけじゃないですけど、高確率でまあまあ出回ってくるんで、ぶっちゃけね、なんだろう。いらん正直、いらん。でも、今んとこでもあれか、俺、自分の多分アカウントでクリアしたときにスパイス2個出て、で、スカーレットの方でも1個出て、で、さっきのバイオレットで4個出てるんで、まあまあなんですよね。
まさかの俺と一緒に銅を使ってる人がいるか。ちょっと銅きついんだよな。ハッサムは確かに、まあ、ハッサム、まあ、研磨して銅鉱だと思うんだけど。まあでも、まあ、ヤドランいるんでね。まあ、様子見ても行ってみましょうか。まあ、ヤドランいるんで、その点はね、まだどれかなるかなと思うんですけど。でもね、マジでミューズ使うぐらいだったらクリスリア使ってくれた方がまだアドっすね。言い方悪いけど。俺はそんな気がする。まあ、まあ、何使うかはね、それは当人の自由ですけど。ただ部屋潜る以上はね、クリアできないポケモンで来るのはやめてほしい。それは切実な願い。まあ、他の人決めねえな。まあ、ちょっと一旦止めるか。やっと決まったんだ。おー、ラティオスにしたんだ。へぇー。ちょっとピンとこない。おお、このシャワーとアクアリング型か。おー、ナイス、アシッドボムナイス。だそうなんだよな。どうって地震食らったら、まあまあの高確率で飛んじゃうんだよな。いや、このさ、ラティオスってさ、水浸し持ってねえのかな。水浸しだか、なんか、水なんとかみたいなさ。確か相手のね、映画を下げる技っていうのがね、確かラティオスとラティアスケールさんね、持ってるんですよ。ちょっと詳しく覚えてないけど。まあ、チャージ奪われたのは仕方ない。でも、そうですね。銅をマジで2段階下げてくれたらでかいんだよ。まあ、実は4段階ですからね、ダメージ的には。やべ。リセットも早いの。わあ、これ積んだんじゃね？いや、これ多分積んだでいいと思う。てか、ラティオスさっきから何してる？何もしなくね？あ、回復してくれたのか。助かる。あ、ヘドロウェーブゲロやすい。それやすい、それやすい、それやすい。ヘドロウェーブはゲロやすい。結構でかかった。結構でかかった。安くなかったー。オッケー、癒しの波動ナイス、助かる。いや、ただこれね、一発もね、相手にね、ダメージ当てる前に、壁張られちゃってもろもろだから、ちょっと痛いんだよ。でこっちが2段階、相手が2段階でしょ。ってことは、実は今4段階あるんですよね。いや、ごめん、ここはもう突っ張るわ。でないと時間的にはもう無理だと思う。もうサイコキネシスで相手の特攻弾を引くのを狙うしかねえよ。で、あと1発は確実に耐える。オッケー、癒しの波動ナイス。で、これで俺が3ターン攻撃したんで、俺はテラステル切れるじゃん。あと、テラステル切りつつ、あれ？俺、癒しの波動入ってない？あれ、入ってねえよ。しょうがない。月の光入れちゃうか。あれ、もしかして癒しの波動、ああ、なんかいろいろとエフェクトがバグる。急所に当たって、ラティウス飛んだ。いやもう、とりあえず足つば打ってみるわ。わかんねえ、どんくらい入るか。どうそこ足つぼも行ってくれ。お前多分地震でコッパみじんだったからそこ足つぼも入れてくれ。あ、でもどっちにしてもリセットかけろと考えたら大して変わんねえか。わかんねえけど。まあでもそうですね、ラティオス1回銅に3回落ちてると考えると、まあもう無理っすね。そうなんだよな、ね。銅に関しては俺さ、ソロ攻略でさ、銅を進めちゃってるからちょっと失敗したんだよな。まあだからクレセリアって修正かけたんですけど、ツイッターでは。さすがに全然攻めてないからちょっときついっすね。あと一発は耐えるけど、いやー積む時間ねえし、むしろあーごめん積む時間ねえしだけどもう無理だわな。まあね、どうマジでね、耐久弱い上に地震食らいやすいからちょっときついんですよね。まあこれはしょうがねえや。どう進めた俺が悪いわ。3積みのテラスタルでどんぐらい入る？多分さ、グまで持っていけない。多分ラトグの間まで持っていける自信があるんだけど。ああ、まあ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 、ラトグの間まで。オッケーオッケー。それさえ分かればいいや。なんで、ラティウス耐久なくね？てかね、思うんだけど、
俺、癒しの波動とかさ、サポート型使うんだったら、できればラティオスじゃなくてラティアス使ってほしい。耐久的にはやっぱね、ラティアスの方が圧倒的、ラティオスはね、一応両刀型なんですよ。で、ラティアスが両盾型かな。確かね、そのはずなんだよ、俺の記憶だと。確かね、ラティオスはね、ビート D がね、それぞれ80か90しかないんですよね。違ったっけ？ちょっとお待ちくださいね。ラティオスの種族値が、あ、ごめんなさい。ラティオスがあれだ。HP80、A が90、B80、C が130、D が110、S110 だ。で、これの A が80、B が90、C が110、S が130になったのがラティアスです。ラティアスの方がね、若干ラティオスより耐久面が逆転するんですよね。確かそのはずだったけど。あ、そうですね。A が80、B が90、C と D が110、130の600属同士なんで。だね、正直ね、耐久、補助型に回るんだったら、俺は、ラティアス使った方が圧倒的に上積みだと思うんですよね。だから俺今回ラティオスじゃなくてラティアスにしたんですよ。耐久面に若干ラティアスの方がいいなって思ったんで。ぶっちゃけラティアスなんて物理型使わないんで、A と B どっちがいいって言ったら、それは100% B 取るんですよ。だから俺はあえてね、ラティアスにしたんだけど。まあそこは人それぞれですけど。しょうがないと思うけど。シャワーズクレセリア。まあ、とりあえず全然いいや。あと一体次第ですね。まあ、ちょっと待ってみるか。失敗した。ソーブレズナが出てきたぞ。やべ、ソーブレズナがあれじゃん。間違いなくコッパみじんところじゃねえじゃん、もう。もう、神切りじゃん。下手すら神剣以下だろ。このポケモンに対してさ、ソーブレズナ。どう考えても、もう、ご愁傷さんしか言えない。とりあえずごめんなさい。もう一人の人が何をしたか俺分かって、何を選んだか分かってないんだけど。さすがにソーブレーズはないでしょ。ラグラージが水地面って分かってソーブレーズ出したらマジで下手さが死刑だぞ。いいね、犬？いや、確かにまあ物理は強いけど。いや、地震でコッパみじんだって。やめてくれよ、マジで。頭が悪いだろ。いや、俺、いいね、犬ちょっと厳しいに一票だな。いくらシャワーズとさ、うちでさ、瞑想積んでさ、どうこうしなくても、多分きつくね。ぶん回した。そんな範囲ない。ほら、何言ったろ、いいね、犬無理だって。はい、試合終了。もう無理。もうやる気起きねえ。しかもシャワーズ持ちたの？え？早くね？なんで？ シャワーズがそんな簡単に持っていける耐久って、え、技ってどんな技やられたの？ええー、そっちのシャワーズも飛んだの？マジかよ。え、シャワーズ意外と雑魚説。すまない、時間節約のためだ。落ちてくれ。ああ、値上がった。まあいいや、どっちもしてこれ終了する。いやー、いいね、犬はねえよな。いいね、犬だったら、ソーブレーズよりマシだとも思えねえ。ぶっちゃけ。多分、いいね、犬、自信一発で飛んだパターンですね。まさかの死んでないの俺だけか。まあ、いいね、犬一発俺が潰しましたけど。でも、シャワーズに関しては俺潰してねえからな。まあ、それ月の光でも見てくれるんですか？どうせ寝てるし。勝てえな、クレセリア。いいね、いいのはバカとしか言えねえ。
頭が悪い。以上。明らかにね、こういうね、クソみてえに漁夫乗りに来るバカはね、マジクソ死ねって言いたい、ね。言い方だけど。いや、でもこれね、マジで思う。もしかしたらさ、他人のレード俳優よりさ、めんどくさいけど。日付軸ってさ、空を飛ぶした方がさ、めちゃくちゃ周回しやすくね。俺なんかそんな気がしてきたんですよ。バンギか。バンギやめて、マジバンギやめて、バンギやめて、バンギやめて、バンギはない、バンギはない。あいつ岩タイプだからコッパみじん。砂嵐はこっちが困る。さすがにバンギはないわ。マジでバチクソ腰が痛い。ミュウツーないな。まあ、ルナーラ。ルナーラはまだいいけど。いや、カメックス次第だ。カメックスはね、そこまでなくはないんだけど、じゃあ、打点あるかって言われたらないんですよね。で、ミュウツーはさ、弱いじゃん。あ、カメックス落ちた。じゃあ、俺も落ちちゃう。まあ、ルナーラにして頑張ってたらしいっすね。結局さ、誰がさ、攻略ポケモンで言って YouTuber 言ってんの？おそらくシャワーズが多いからさ、シャワーズか、まあ、シャワーズかエドランか。まあ、多分多いんで、多分その辺の2体が。多分攻略系の YouTuber はいいなって言ってますけど、俺ちなみにまだ動画のアップロード終わってないですからね。自分じゃないけど。動画のアップロード終わってないってか、今この SD カードが入ってるんで、マジで終わってない、終わってないってか、やってないんだよ。トリトドンもいいんだ。意外。ああ、確かにトリトドンも貯水か。ああ、悪くはないね。このヨザルが多分、多分ね、このヨザルってこれソロ用のポケモンなんですよ。多分、周回には向いてない。こういうパンズの。集団レイドには向いてない。なるほど。CB ぶっぱの大、あれか、呼び水トリトドンか。あー、なるほどね。なるほど。なるほど。呼び水ってことは、だからあれか。あー、いるわ。トリトドンいるわ。というか、トリ、だからあれか、相手が、まあ、4分の2、まあ、実は2分の1で水を取ってくれることを信じて、まあ、そうですね。水技飛んでくれば、まあ、自動的に呼び水で C は上がると。おー、なるほどね。貯水は回復だけど、呼び水は C が上がるって考えると、マジで後説っすね。
微動だにいいかもしんないね、意外と。積む手間が省けるって考えると、意外とあり説だな。ちょっとこの人のトリトドン使うの見て、ちょっと決めましょうか。多分おそらくそういう感じだと思うんですけど、やっぱり呼び水か。オッケーオッケーオッケー。で、これがカフェシーが一段階上がるトリトドンの出来上がりと。まあ、度忘れで特防アップ。なんで最近で、なんでそうないと死んだの一発で。あいつそんな体重神っぺらいっけ、わかんねえけど。あ、なるほど、オッケー。泥かけないっす。で、命中率ダウンか。うまいな。いや、このトリトドンマジ強いっすね。おかげでうちらがダメージ食らわないようにしてくれっていうの。これはありがたいな。まあ、技が当たっちゃってもしょうがないっすけど。まあ、あと一発は確定で耐える。まあ、ちょっとリセットかけられそうっていうのがあるんで、そろそろ攻撃した方がいいっすね。1回、2回は。え、その前にリセットかけられた。オッケー、回復ナイス。え、なんでそんな差ないと死ぬの？え、バカすぎない？え、これレベル低いとかじゃないの？もしかして。俺そんな気がしてきたわ。何食らったら差ないとか一発で死ぬの？わかんねえ。いやー、ごめん。マージで差ないとないわ。なんかもう差ないとのせいでやる気ゼロっすね。これマジで言うとそれレベル低いさがないやつないか。俺みたいにさ、レベル20の雑誌なん使うとか。いるのかな、そういう気違い。俺からだと思ってた。あ、もうダメだ。これ完全に終わったね。トリトドン悪い。落ちてくれ。ごめん。無理だもん。これはすまねえ。ヤドランはさすがに無理があるもんな。とりあえずお前も死ね。いや、これ、サーナイトマジでレベル低い説だな。だって、タイプ不一致のあれだぜ。足つばでこんだけ入るってことは、多分レベル低い説だ。下手すらさ、これさ、星5レードかな、星6レードのレベル75で捕まえてきたからさ、そういうオチじゃね？俺、そんな気がするわ。ごめん、取れたと。もう一発落ちて。いやー、サーナイトマジでゴミなんだ。意外。いや、確かにサーナイトもね、確かサーナイトの動きで D がめちゃくちゃ強いんですよ、あいつ。あれ、サーナイトって D じゃなかったっけ、強いの。だからサーナイトってね、どちらかというと、まあ、相手も S が少ない分、で、相手の HP がちょっと弱いんですよね、確か。確かサーナイトね、そこまで HP がね、強いイメージない。ただ C と D は強いんですよ、あいつ意外と。あ、そうです。一旦したらもう29分で30分で動画切れちゃうんで、まあ一旦動画切りましょうか。ではまた次回の動画でご視聴ありがとうございました。